はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。極光回収企画パート4やっていきたいと思います。でね、今回がロッテ戦となっております。今のチーム順位はこんな感じ、1位でおります。でもね、ゲーム差はもう楽天がね 1ゲーム差でいるっていうのは面白いんですけど、まあ、ほとんど差がないという感じですね。まあ、まだ1ヶ月しか経ってないです。ちょっとロッテが調子悪いみたいですけど、まあ、今回そのロッテなので叩いていきたいと思います。ということで頑張っていきましょう。ということで試合、まあ、今回もねピンチチャンス操作でやっていきたいかなと思っております。うん、そうだね、うん、それでやっていきましょう。よし、じゃあ頑張っていきます。こういう形で、あら、みんな調子悪くなってきてるね。じゃ若干こう買いやすいですね。投手、まあ高橋投手をやらせてもらったので今回岡田投手でやっていきたいと思います。まあ僕が一番、手応えというか一番こう素晴らしいピッチャーだなと思うピッチャーです。うん、今回ドラフト1位でね。野手、そうだね、谷さん調子いいね。で谷さん行こうか。右ピッチャーだからね、まあ、ガッツは入れとこっか。和田ちゃんもどうなんだろうね。そうだね、東で井端、まあこれでいっか。うんうん、これでいこう。谷さんそうだね、何番にしよっか。谷さんやっぱり2番っていうイメージがあるよね。4番はそうだね、平沢くんとか行こうか。で、まあ、平野さんが9番で行こうか。こんな感じでやっていきたいと思います。いい打順じゃないかな。よし、頑張っていきましょう。よし、じゃあ今回も気合い入れてやっていきます。まあパート1負け、パート2勝ち、パート3負けっていうことで、ね、次は勝たないとね面白くないですから。まあ前回はね、若干もバンデーハンクにちょけんにやられたっていう感じで、まあヒットも出ず、うん、1点だけ返せたっていう形ではありましたけども。うん、強かったなーバンデーハンク。やっぱり9勝0敗は伊達じゃなかったですね。今回はね、大峰投手ということで、まあ日本、違う、クライマックスリーグの初戦の下克上の時に、あ、違うか、あれは、ファイナルステージのソフトバンク戦だったか。に、まあ一応負け投手という形になっちゃった選手ですよね。サード、投手戦かな。あっと、てかチームが打ててないね、あんまり。頑張ってほしいな。いや、これ厳しいね。最後。いや、いいね、ストレートの伸びがいいわ。彼のストレートの伸びがすごくいいと思います、僕も。僕もというか、僕がね。難易度はね、あんまり変わってないかな。77、67と。ちょっと下がっちゃってるね。いや、上げていきたいね、このままね、楽しく。うん。カットボール。これが2球目。打ちました。よーし、とりあえず1人アウト、ワンアウト。さあ、2人を打ち取っていこう。さあ、そしてバッターボックスには今ね、打順 7番ついてるね。くっそ。うまいこと打たれたね。インローを1、2塁間に抜けていくバッティングかっこいいな。いや、打てないね、まだ0安打だよ。お、来た。さあ行くぜ、新生4番、初4番だね。超えるか、超えそうだね。よし、走れ、バイバーチ。さすがに2塁ランナー、わらちゃんは帰ってこれないね。1塁ランナーか。オッケー、追いついたよ。お、田村君だね、かっこいい。いや、田村君はね、その日本シリーズで、日本シリーズじゃないわ、あのファーストファイナルステージかな、ね、エラーではなかったですけど、まあちょっとね、タイムリー弾いてね、1点取られた時の試合後に泣いたのを見てね、いや、なんかかっこよかったな、あれは、まあ、自分の、まあ、別にね、すべてその田村選手のせいじゃなかったけども、なんか、そんだけこう命をかけてやってるんだなって思ってね、かっこいいなと思いましたね。僕よりも、藤波君たちと同じ世代だよね。僕よりも下なのにあんな大舞台でね、うん、本当にかっこいいなと思いました。なんか進んでね、さあ、いけるはず、よいしょ、さあ、勝ち越し、もう1点取りたいね。さあ、高橋選手もしっかりお仕事。さあ、オコエ君だよ。オコエ君、打率いいね、思った以上に。さあ、みんな犠牲フライで。
地味だな。まあ平沢くんがしっかりヒット打ったからね、いいとしましょう。いやでもこう残ったランナーもきっちり全て返すという形で卒のない攻撃ができてるんじゃないかな。いやまあしっかり点は取ったけどチャンスが来ま、あじゃあピンチが来ましたね。しめくん5番か、面白い打順だね。差を詰めておけるとまた展開が変わってきますからね。そうですね。バントか、ランナーは誰なんだろう。清田か。清田はさせる気しないな。バントしました。あーっと。あ。二塁ランナー三塁回った。誰も来ないの。やめてそういうのだけは。もう悲しい。もう操作ガバガバ。ほんまに。本当にね、守備操作だけはしないんですよね、全然。いやもう言い訳のクソにもならないんですけどね、もう自分が腹が立ちます。せっかく打ち上げさせたのに。送ってきた。あっとフライになった。今度こそ取らないで、取らなかったらファールになったから。まあでもまだ勝ってるわけですからね、まあそんなに。初球から打っていった。この辺りはどうか。よし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 、怖い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 。 OKOK、 あと1人。さあきっちり抑えて勝ったまま4回を終えましょう。ただ次は勝負強いバッターだね。ここは田村君もね、今後打撃が良くなってきたら本当に球界を代表するキャッチャーになるかもしれませんからね、楽しみですよね。まあ逆に北条君に頑張ってほしいな、本当に。ボールか。いやここはもう9位ならストレートで押していこう。よーし、9位が勝ったよ。セカンドが抑えた。よいしょ。さあチャンス回ってこないかな。お、一転してあれですね、投手戦になってきたね。お、失敗かよ、面白くね。あーっと来ましたね、1点差のまま来ちゃったが。お、ピッチャー変わってる。打ち上げないか。あ、バント丸なんだ。外れました。ここは進塁打を狙って。バントうめえほんまに。ピッチャーが抑えた。よし、左バッターか、誰かいないか。石口さんでいいか。左バッター、いやピンチバッツか、なんか嫌だな。いやでも石口さんね、ここは踏ん張ろう、うん、踏ん張ったもん勝ちでしょう。いいコースですが外れています。スライダー、ナイスボール。これは手が出ないか。ストライクを取ります。サークルチェンジ。球種多いね。緩いボール、しっかりと見極めました。オッケー、これもアウトコース。振れ、振ってくれるとありがたい。追い込まれました。低めの変化球を今見極めます。そう簡単に振ってくれたら楽だもんね。右に切れてファウル。ここは内野は前進守備ですね。カットボールがあったらカットボール投げたかった。考えてるんでしょうね。そのようですね。よし、これで目線が上がったはず。カフェスラ、まあ、案外ボール球来ますから。よし、100点。ショートの右。よいしょ。一塁アウト。1番かな、9番だったか。うわー、僕苦手なんだよね、まあ、荻野選手。なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、でもつなげたくもないしな、僕無理か。よし、オッケー、オッケー。ダメ、振ってくれ。追い込みました。危ない。スライダー、やっぱり打たれた。今ショートの動きとか、あれサードじゃないでしょ、どう見てもショートやったよね。まあコンピューターにも文句言えず、自分の守備は悲しい。来ちゃったね、角中さん。そう、抑えろ。同点と逆転は全然違うよ。それ以外にも対応する感じになりますね。いいよ。よし、左は苦手だから振ってくれたのかな。おっ、来た来たよ、4番のお仕事。マリーンズ、うわー、大谷君だよ、いい顔してたね。あ、これ打ったら3割、そして逆転、素晴らしいね。なぜ振った。なるほど、そうですね。さあ、よし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 、さあ、気合入れていけ。よーし、ライバッチ、素晴らしい。いや、いいね、さすがです。さあ、まだチャンスだからね。
ここでもう1点取れればでかいんだけどな。追い込まれるまで強振でいこう。よしよしよし。今のベストピッチ弾き返すのでかかったね。あ、やめてよ、怪我するのだけは。吉信、よし、そうですね、どうだ、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。超えるか、いや俺惜しいな。いやでも逆転したよ。よし、あ、ショートゴロでランナーが二塁行くとどんなショートゴロだったの。ボテボテとか今永選手の防御率めっちゃいい。いやあれだね、中継ぎにして正解だったから。確かに打ちづらそうだね、この内角が入っています。インサイド打った、セカンドに抑えた、一塁へ、一塁アウト。さあ次のバッターは進塁打になりました。打ち取りにくそうなバッターだね。さあこのチャンスで、あそこ初球に反映かけては完璧だったね。よし、外れました、カーブ、オッケー、低めのボール、打っていいよ。ワンボールツーストライク追い込んでいます。どっちだ、縦スラだ。よーし、よーし。あーいいよ、チャンスを作ってほしい。お声お声最高だ、うん、いやー持ってるね。いやいい勝負。さあこれ決めてやるぜ、高山くんのホームランで。さあ行くぜ。さあ気合入れていけ。なるほど、そうですね、やってるか、超えるか、超えなさそう。よしよしよし、まあ最低限のね。次は谷さん、いや持ってるね谷さんも、うん、いいところで回ってくる。なんか変わった、誰これ、勝つ気か、なるほど。お、今日しっかりヒット打ってるよ。いやこういうところで打つんだよ谷さんは、うん、ここで広げられてると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたい。打ち寄るで、うん、なるほど、そうですよね、打てなかった打たなかったね。さあ抑え出てきたよ、決めてやれ。回してくるか、ホームラン打たれればさよなら。いやだな、大丈夫、2人返しても同点だ、ツーアウトだしね。バツ持ちは嫌だね。え、怖えそうだよ、インローは一番得意なんだ、あの角中は忘れてた。セーブ。いやー見せてくるね、最後まで分からなくしてくるね、本当に。それ清田だし、清田が入っています。勝負どころですよ。長打警戒だね、チャンスが続き、うん、長打警戒分かんない、まあ、2人帰ってきたらダメだ。ここは繋いできてますんで、このチャンスに追いついておきたいですね。なるほど、そうですね。なんだ誰、いやもう全身だ抜かれたらもう終わりだもんね。これが初球、やはり安易にストライクから入りませんよね、ピンチですからね。うおー、ちょ何だったんだ、ストレートで大きく空振って。バッターの清田、どういうバッティングを。よし、ストレート打った、セカンド取った、やっいい勝負やったな、よかった。いやいい勝負、あの大声くんのホームランが効いたよね。いやいいところで打ってくれました、本当に。よしよしよし、いや本当に、パート数的には勝ち2つ負け2つという感じで、うん、流れ的にはいいんじゃないかな、流れというかね、うん、動画的にはいい感じなんじゃないかなと思います。本当に楽しくやれてる感じが僕も楽しいですね。お、おめでとうございます。3000試合だよね、3000試合じゃないわ、3000何試合とかだよね、かっこいいなと思います。お、みんなこうやってね少しずつ上がりながら、上がりながら下がりながらっていう感じでね、いい感じなんじゃないかなと思います。素晴らしいね本当に、しげしげ27年ってすごいよね本当に。いやそのまま監督だしね、うん、よし、ってことで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はねオリックス戦かな、で、交流戦に入っていきたいと思います。オリックス戦やって交流戦ですね。このオリックス戦のどれかを取っていけたらなと思っております。まあチーム順位も今1位ですし、そのままの流れでいけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではソウスケでした、さよなら。